シェナンドー国立公園は、アメリカ合衆国バージニア州にある国立公園であり、ブルーリージ山脈の一部を含む。この国立公園は西側に幅広いシェナンドー側と、渓谷及び、東のバージニアピードモント大地のなだらかに、起伏している丘の間にあって、長さ約 130km、公園面積783平方キロメートルの、 北東から南西に細長い形状をしている。およそ40%、322.04平方キロメートルの地域は、原生地域に指定されており、国立原生自然保全制度下にあって保護されている。最も高い山頂は1235メートルのホークスビル山である。公園は8つの群を貫通している。スカイラインドライブと呼ばれる道の西側では、 北東から南西にかけて、ウォーレン軍、ページ軍、ロッキンガム軍及び、オーガスタ軍が、スカイラインドライブの西側では、ラッパハノック軍、マディソン軍、グリーン軍、アルベマール軍である。公園は、スカイラインドライブに沿って、北東のフロントロイヤルという町から、南西のウェインズボロ市まで 169km の長さにわたって伸びている。 スカイラインドライブスカイラインドライブからの眺め、シェナンドーは1926年に認可され、1935年12月26日に、全域が国立公園として設立された。国立公園である以前は、この地域の多くは農地であった。現在も、複数の場所に古い農地が残されている。そこが国立公園となる予定であったので、バージニア州は徐々に、 土地収容権を通して土地を得て米国連邦政府に土地を譲渡した。公園及びスカイラインドライブの建設において多くの家族及び全コミュニティは生活のよりどころとしていたブルーリッジ山脈の一部分を明け渡すことを要求された。バージニアの八つの影響を受けた軍の500件の家族の多くは彼らの家とコミュニティを失うことに対して猛烈に反発した。 天教を余儀なくされた家族の多くは、マディソン軍、ページ軍、ラッパハノック軍からのものであった。住民のおよそ90%は生活のために土地を耕していた。多くの者のは、谷と近隣の山勝ちの地域のリンゴ園で働いた。彼らの収穫に大打撃を与えた1930年に起こった大干ばつの後に、引き続いて国立公園及びスカイラインドライブを造成する。 工事が始まった。彼ら家族の大半はその意志に反して追い出された。こうしてコミュニティは失われた。ほとんど知られていない事実であるが、一部の家族が力ずくで排除されていた間、彼らの所有物が奪われた後も、幾人かは自然の経過をたどって、そこで寿命を迎えるまで公園内に住むことを許された。 最後まで残った一人は1979年に92歳で死去した兄リー・ブラッドリー・シェンクであった。結局ほとんどの人々は強制収容された彼らの家から静かに去っていった。バージニア歴史協会によると85歳のヘゼカヤ・ラムはこう述べた。私はこの丘を去ることに関してはそれほど狂おしい気持ちはなく淡々としている。 だが政府に対しては二度と信じることはない。彼らが私に依頼したものには全て署名をした。失われたコミュニティと家々は米国の最も美しい国立公園と風光明媚な車道のために支払われた代償だった。1930年代初期国立公園局は公園施設を設計し始めてアフリカ系アメリカ人が 同時期の政府文書に記述されているのと同様に白人と有色人種のゲスト等を別々に分ける準備を構想した。その当時、ジムクロウー火のバージニア州では人種差別は時の風潮であった。連邦政府への講演用地の異常においてバージニア州はまず最初に講演からアフリカ系アメリカ人を完全に締め出そうとしたが、 結局公園の施設内でその人種差別法を実施することで落ち着いた。冬に雲で覆われるマーシャル山とホッグズバック3930年代までには公園の中で民間の会社によって経営されるいくつかの利権があった。そしてあるものは19世紀後半の旧時代まで戻ったも同然となった。スカイランドリゾート、パノラマリゾート、そしてスウィフトランギャップ。 これら早期の施設はもちろん、白人のためだけに運営された。1937年までに、国立公園局は既存の施設を引き継いで、ビッグメドーズロッジを含む、新たなロッジ、キャビン及び他のアメニティを加えるために、バージニアスカイライン社からの入札を受け入れた。それらの計画の下で、公園内のすべての場所はいくつかを除いてすべて、白人専用だった。 それらの計画では、ルイス山にアフリカ系アメリカ人向けのピクニック場、より小さなロッジ、キャビンとキャンプ場といった別々の施設を含んでいた。施設は1939年にオープンした。しかしそれらは他の公園施設より大幅に劣っていた。しかしその時までには内務省は人種差別をすべての施設から排除することを絶望していた。 ピナクルピクニックグラウンドは最初の統合された施設に選ばれたが、スカイライン社は躊躇し続けてアフリカ系アメリカ人のための唯一の施設としてルイスさんを示している地図を配布した。第二次世界大戦の間、利権は終わり、公園の利用は落ち込んだ。しかし一旦戦争が終わったならば、1945年12月に国立公園局は、 すべての国立公園のすべての利権が人種差別を撤廃すべきであると命じた。1947年10月にルイス山とパノラマリゾートの食堂が統合され、1950年前半までには命令は完全に遂行された。タナーリッジオーバールックでのシカパイニーリッジでのシカ公園の寄候そしてその動物賞、植物賞は 東中部大西洋岸地域の森林の山岳地域として標準的なものである。一般的な種の分布の大半も、また、低地の生態系の典型である。最南端の山腹のいくつかの南西の斜面では、松が優位を占めている。そして時折、平内はサボテンが自生している。対照的に北東の面のいくつかは、湿気は少ないが、 濃い子ちを好むカナダツガとコケが繁茂している。その他の一般的に見られる植物は、多く、ヒッコリー、クリ、カエデ、ユリノキ、アメリカシャクナゲ、トウアタ、ヒナギクそして、シダ類の多くの種類である。一度は、優勢な植生だった、アメリカグリは1930年代の間にクリドウ、枯れ病として知られている菌類によって、絶滅の危機に瀕した。現在、 公園に木は生えてはいるが、成熟せず、子孫を残す前に枯れてしまう。多くの多様な種は、栗にとって変わり、有生期となった。1990年代初期に始まる、マイマイガ来週で、ガは主に多くの葉を食べ荒らすので、多く林の優位性を脅かすものとなった。マイマイガの勢いは少し衰えたようであるが、森を襲い続けており、 多く林の約10%が破壊されている。哺乳類は、オジロジカ、アメリカクロクマ、ボブキャット、アライグマ、スカンク、オポッサム、ウッドチャック、ハイローギツネ、トーブワタオウサギが生息している。確証はないものの、公園とその周辺地域で、ピューマの目撃情報が1970年以来100件以上報告されている。 シェナンドー国立公園の多くの景色の良い場所のうちの一つ公園ではスカイラインドライブの道が最も有名である。ドライブをするには秋の紅葉の季節が特に人気がある。全長1 6 2トルのアパラチアントレールは公園内も通っている。公園全体では合計8 0 0トル以上のトレールがある。コースのうちで最も人気のあるものの一つが オールドラグマウンテンである。そこはスリリングな岩場登りとバージニア州で最も美しく息を飲むような景色がある。乗馬、キャンプ、サイクリングが楽しめて、さらに多くの滝も見どころの一つである。スカイラインドライブはナショナルシーニックバイウェイに指定されている。バックカントリーキャンプ場、シェナンドー国立公園では790。 平方キロメートルの広さを持つバックカントリーと、厳正地域のキャンプ場を用意している。キャンパーは、後を残さないという方針を守らねばならない。排泄物は埋め、キャンプファイヤーは構築しないということである。バックパックを背負ったバックカントリーキャンパーたち、バックカントリーキャンパーは、野生生物にも注意深くなければならない。例えば食料や匂いのあるものは、 熊から遠ざけるために滑車で木に吊るさなければならない。キャンプ場及び小屋台部分のキャンプ場は4月から10から11月まで開いている。主なキャンプ場は以下の5つ。ロッジ3つのロッジがある。ロッジはスカイランドリゾートとビッグメドースに位置する。ハリー・エフバードビジターセンターもビッグメドースに位置する。もう一つのビジターセンターは ディッキーリッジに位置する。キャンプ場は、マシューズアーム、ビッグメドース、ルイス山及びロフト山にある。ラピダンキャンプは、ハーバート・フーバー元大統領の釣りを楽しむ、西洋地で1929年にラピダン川の上に、作られた。ミルプロングトレール上の往復6 6トルの、ハイキングで到着する。そしてそれは、ミラムギャップという地点のスカイラインドライブから始まる。 国立公園局はビッグメドースでバードビジターセンターから出発するガイド付き版旅行も用意している。シェナンドー国立公園は国立公園の中でも最も犬にフレンドリーな公園の一つである。キャンプ場はすべて犬を受け入れている。そしてリードの長さが1.8メートル持ったんであればアパラチアントレールを含むほぼすべての地域に犬を連れて行くことができる。 公園内の川は、天然のカワマスが生息しているために、フライフィッシャーマンに、とても人気が高い。ホワイトオーク京国ローズリバー滝サウスリバー滝ダーク、ホローダキオークの滝は、公園の境目付近にある。以下は主要な滝の一覧である。ダークホローダキトレールダークホローダキトレールは、滝で終了する、スカイラインドライブの別の景色の良いトレールである。それは、 バードビジターセンターのそばに位置している。トレイルは興味をかきたてる小川の縁にある。ハイキングの途中に鳥、蝶、鹿と時折アメリカ黒マと横島ガラガラヘビが見られるが、これらが人間に危害を加えることは案外知られていない。滝を見るために下ってハイキングをする訪問客はそれを価値ある経験と口にする。トレイルは途中に トイレも避難所もない下り急勾配の約 1.2km のハイキングとなる。望ましくは、水筒1便の水を携帯し、雨の予報があるときは、ハイキングを回避する準備をすべきである。駐車場までの帰りの道は非常に急勾配で、年配者や運動不足の者は心身を疲弊させるかもしれない。ストーニーマントレールこれは、 スカイラインドライブで最も風光明媚なトレイルの一つである。それは断崖で終わり美しい景色が用意されている。理想的なのはここで日没を見ることである。ここはペットと馬は入ることができない。パークレンジャーはとても気さくで親切である。また春から秋までの間にいくつかのプログラムを開催している。プログラムには歴史、 動植物の話やレンジャーインのハイキングがある。Google Maps シェナンドーナショナルパーク。Google.com 2009年1月27日閲覧。Yahoo Local Maps シェナンドーナショナルパーク。Yahoo.com 2009年1月27日閲覧。ABC ナンドーナショナルパーク。VAHISTORI.ORG リトリ r i オンセプテンバー 22-2007AB エンゲルリードシェナンドナショナルパークセグリゲーションディセグリゲーションナショナルパークサービス2007年9月10日閲覧シェナンドナショナルパークフォレストナショナルパークサービス2007年9月10日閲覧シェナンドナショナルパークマーマルズナショナルパークサービス2007年9月1日閲覧 インフォメーション、イースタンクガーコンコロールクガー。バージニア .gov2009 年1月27日、閲覧。シェナンドーナショナルパークバーズ。ナショナルパークサービス。2007年9月1日閲覧。シェナンドーナショナルパークフィッシュ。ナショナルパークサービス。2007年9月1日閲覧。シェナンドーナショナルパークキャンプグラウンズ。ハットロジングダイニング。 シェナンドーナショナルパーク、ラレー、バージニアオフィシャル SNP ペットポリシー、ナショナルパークサービス、リトリーブド、オンセプテンバー。22、2007、スローン、ハリー、バージニアトラウトストリームズ、映バイド2フィッシングザブルーリッジウォーターシェッド、ウッドストック、バーモント。 バックカウンティーパブリケーションズピアニッシモ37から54 ISBN 0881502073ニコール・ブルーインスティーブ・ボードナロメイリルーウォーター・フォールズ・オブ・ザブルーリッジメナシャ・リッジ・プレス ISBN 0897321901バージニア・バーディング・アンド・ワイルド・ライフ・トレイルマウンテントレイルスカイライン・ドライブダーク・ホロー・フォールズ・トレイル シェナンドーナショナルパーク、ハットバージニアバーディングワイルドライフトレイル、マウンテントレイル、スカイラインドライブ、ストーニーマントレイル、シェナンドーナショナルパーク、ハットシェナンドーナショナルパーク、レンジャープログラムス。ありがとうございます。